11連勝で18年ぶりリーグ優勝の阪神タイガースに大興奮のメジロマックイーンに対するみんなの反応。優勝ですわー。18年ぶり？前回そんな前だっけ？岡田監督時代でしてよ。それにつけてモテる。ツーランホームラン誠にありがとうございます。優勝してよかったですわね。あれ、優勝ですわ。もう我慢はいりません。胃が死ぬかと思いましたわ、優勝ですわ。勝てたので何も言わないですけど、もうちょっと心臓に優しい勝ちしてくださいませ。今日は思う存分泣いてよいよ。やめなよマックイーン、スレラン率は恥ずかしいことなんだよ。横田様見ていてくださいましたか。天国の横田様、米国の藤波様、優勝いたしましたわ。なんで純粋にはっちゃけられる状況ですら、お嬢様言葉継続してんだよ。監督もさすが胴上げ慣れしてますわ。今日だけは許してくださいまし。マックちゃんよー、これもうあれじゃねえのか。そうあれですわ、優勝ですわ。もうあれって言わなくてよいんだな。もちろんですわ。3点も入れられてちょっとヒヤヒヤした。阪神は私が育てましたわ。優勝ですわ、優勝ですわ、優勝優勝優勝ですわ。リーグ優勝したし、次に狙うはあれですわね。ちょっと泣きますわ。いつもはスルーしてましたけど、今日ばかりはレスさせていただきますわ。おめでとうございますわ。ラストのラストに劇場しなくてもよかったんですのよ。抑えたのでよかったですが、上心のあれセール楽しみですわ。今世紀最大の優勝ですわ。今世紀最後みたいにしないでくださいまし。岩崎様が横田様のユニフォームを持って胴上げされてましたわ。同期の絆ですわね。藤波も早起きして見てるらしいですわね。中日も珍しくホームランを打って、阪神の優勝を祝砲でお祝いしてくれましたわ。阪神が優勝してしまいましたわ。これからどうなるんですの？この強さ、日本一も確実ですわ。勝敗はともかく、折との関西ダービーが実現したら胸熱で泣きそうですわ。生きてるうちに見られてよかったですわ。道頓堀ダイブですわ。マックちゃんも道頓堀に飛び込むの？道頓堀警備員多すぎてダメでしたわ。カーネルさん逃げて。まさかマックイーンのフィギュアが、制作中止になったのって。警察官がうろうろしてるのに、バカ騒ぎは危険すぎますわ。道頓堀より、他の警備回ってないところがやべえ気がしますわ。他に飛び込みの名所なんてないから安心ですわ。誰も見てないのに飛び込みませんわ。道頓堀のライブカメラ見てるんですが、みんなで覆って飛び跳ねるじゃなくて、みんなスマホを頭の上に掲げて撮ってるだけってのが、なんかこう、時代の変わりを感じて、なんかめっちゃ寂しくなりましたわ。スマホが普及したおかげで撮るのに夢中で、全然暴れなくなったっての面白いな。思ったより道頓堀騒ぎになってないですわね。もともと観光客でこんなもんだった気がしますわ。そんなこと考えてるのはエセ阪神ファン、まともなファンは甲子園に行ってるか、祝賀会や優勝特番をテレビで見るのに忙しい。この絵に対する正しい反応を初めて見た。この顔を見に来ましたわ。9月の戦績がすごすぎて震えてますわ。9月無敗歌手、球団最速優勝グビ、41年ぶりの11連勝 V 決定歌手、たまりませんわグビ。西勇気様も最後にしっかり整えてきてくださってよかったですわ。 CS もお願いしますわね。6チームしかないのに、ほとんど巨人と中日で優勝をぐるぐる回していた頃もありましたわ。よく知らないですけど、阪神が優勝すると上心がセールをしますの？上心といえば阪神の選手を起用した CM ですわ。というか関西ローカルなら大体セールしますわ。そこらの八百屋とかでもセールですわ。うちの会社の近くの上心が改装前売り切りセールやってますけど、これどうなりますの？もっと安くなってくれますの？マツダスタジアムでのややしけた優勝決定にならなくて、本当に良かったですわね。馬娘関係あるのか？チケゾーの中の人が熱狂的ファンなんだから、関係あるだろ超強引。トラホーをついに言えます。
阪神タイガース2023年リーグ優勝、おめでとうございます。ほんまにほんまにありがとうございます。あかん阪神優勝してもうた、ウイニングチケットさんも大喜びですわ。間が空くことで CS が嘘のように敗北して終わった、なんてことないように祈りますわ。ローテが強すぎるので早々 CS 敗退はしないとは思いますわ。カープもそこそこ強いですけどね。11連勝とか本当にこれトラですの。今年はさすがに文句なしに強すぎたので、他球団ファンも例年より認めがちですわ。ぶっちゃけ9月まではワンチャン V2 あるかなと思ってましたが、ちょっとそこから強すぎましたわね。あとは日本シリーズでキリが出なければいいですわね。例年だと阪神が息切れする時期に他のチームが息切れしてたと思う。特に投手陣が、広島は先週末の阪神戦で最後の勝負に出たけど、あそこで力尽きた感じかな。根性トレーニング行ってきますわ。ステータス下がりそう。なんかいると思ったらカーネルで耐えられなかった。JFK 懐かしい響きですわ。JFK は、本当に全盛期やばすぎでしたわね。マックちゃんよ、中東部だよな。阪神って日本一になったことあるんですの？85年ですわ。18年ぶりなのか、数年前にもセリーグ優勝してた感じあるけど。2年前はツバメにまくられて終わりましたわ。阪神って優勝したことあったんだ。2005年に優勝しとるわー。なんなら2003年も1985年から18年ぶりの優勝しとるわー。じゃあ次の優勝は2041年か。タイガースって、6回しか優勝してなかったんかって感じだわ。2位はすごい多い、実質成田トップロード。千葉ロッテは来ないのか？千葉ロッテは来ないのか？千葉ロッテ来た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 。その前にオリックスに勝てますか？オリックスには勝てんわ。仮にオリックスが負けたらオリックス倒してきたロッテか、ソフトバンクと激突や、ロッテは。33-4 の因縁があって、ソフトバンクは過去6回のうち3回も戦って全部負けてる。どうや楽しみやろ。関西のアベック優勝ってすごいことなのに、話題にされてませんわね。オリックスまだ優勝してませんわ。投手が意味わからんぐらい強かったのでまあ妥当ですわ。去年のローテから青柳さんと西がいまいちになった代わりに、佐伯、村上、大竹で3人1点台が生えてくるとかちょっと意味わかりませんわ。馬娘とも競馬とも関係なくて草。いや関係や、なかったわ。タッケが甲子園で始球式してたし、競馬と野球は表裏一体やね。馬娘に含まれる竹豊成分を考えれば、ギリギリセーフか？祝福コメント出してるね、ヤフーニュースで見ました。ABC ラジオの優勝特番で、ゲストのトップバッターがタッケで芝3200。有馬記念の創始者が野球に関わってた人だから、まあ。子供の頃、有馬記念だから阪神競馬場と思っていた。有馬より安氏の先祖が有馬温泉あたりに住んで有馬を名乗った。野球のオールスターを参考に設立したのが、中山グランプリ後の有馬記念だからね。なおオーナーをしていたのはセネタース後の西武なので結局阪神は関係ない模様。巨人ファンの馬娘は拍手をするものの、半夜みたいな顔をしていそう。確かに上位にチームに負けすぎ、このまま完封負けでスイープなら、さすがにファンとしては情けない限りだったが、岡本と坂本が意地だけは見せたな。18年前、長かったな。くしくもマックちゃんが現役引退した年か。とっくに引退してますわ。リーグインパクトが無敗三冠達成した年ですわ。視線は豊かですわ。阪神関係ありますわ。マックイーンのセリフでも、ヤニキのセリフでも成立する文章なんよねこれ。地獄の中日は置いといて DNA が上に来てるんだ。巨人とかヤクルトどうしたん？巨人なら今日の敗戦で、大阪神シーズン最多敗退になった。ちなあと2試合残ってる。阪神が勢いに乗り切る前から負け先行してたから、大体巨人のせいかもしれん。2005年といえば競馬だと衝撃の年ですねー。年末の有馬、衝撃さんを信じて3桁万円突っ込んで玉砕した友人のことを思い出したわ。相当どぎついハーツクライアンチに爆誕してそう。聞けぞー、今年一番の歓喜の大号泣。聞けぞー歓喜の声も学園中に響き渡ってる。
相方のボーノは何度も歓喜を響かせてたが、ついにボーノは今年はしんどいシーズンですね。今まさに同時視聴配信で中の人が聞けぞーばりに号泣してる模様。隅で泣いているシュバルちゃんは Y が慰めておくで。クライマックスシリーズは打線の確変があるチームは怖いのよ。シュバルちゃん、ひっくり返すかもよ。なんでやマックちゃん関係ないやろ。ビクトリーズのファンなんだよ、マックちゃんは。ユタカは阪神ファンで、阪神の始球式をやっているので関係ありますわ。馬娘化したメイケイエールが中日キャラにされたらどうすんねん。戦う顔するエールちゃんが見れるよ。最近支部界隈では、ライスが中日ファンキャラとかしつつある。もしかして野球スレは、マックちゃん口調っぽく進行するルールでもあるんか。それはお嬢様スレで別の存在ですわ。お嬢様言葉、野球民は大体猛虎弁の使い手だからこうなるんですわ。猛虎弁、本文を猛虎弁で読み返すと味わいが変わるね。野球関連スレでどこよりも平和に進行するから、馬娘プレイしてない人も集まってみんなお嬢様で勢いあるぞ。ウィンディちゃんみたいなもんなんか。帝王奇跡の復活より泣いてるマックイーン。33-4 から18年経っているという恐怖。そして今日は4-34と3に縁があるね。マックイーンチケゾー、おめでとうありがとう、みんなであれを喜ぼう。嬉しすぎてスイーツ食べまくって、激太りするマック。罰としてミラコと一緒にプールやね、カンカンカン。このところ阪神ずっと強かった印象があるんだけど、優勝には足りなかったんだなぁ。なんか阪神が良い時って、それを上回る確変がいるんだよな。阪神は暗黒時代を終わらせてから弱くなったことは少ない。なぜならセリーグでは常に弱いチームがなぜか生まれ続けていて、巨人と阪神以外が、その地位にいる。近年の中日、TBS 横浜など、そこに入らないだけでも、阪神はセリーグの中では強豪と言えるのかもしれない。マックイーンわらわらで芝、チケゾーの中の人も喜んどるわ。渡辺優一チケゾーさんの配信聞いて、もらい泣きそう。タッケも阪神湯に来てたし、マックなら阪神特別衣装実装されてもいいぞ横浜ファン。シュバル横浜湯にもいいぞ。マックちゃんが和田豊のファンなのは公式なので、野球であっても阪神ネタだけは、馬娘でまとめても良いものとする。公式の豊はどう考えても竹豊だよ。もっと関係の濃いシュバルグランがいるのに、横浜は NG なのか？阪神ファンの騎手竹豊でムーロ松山公平今村聖奈。やっぱり関西人やな。ゆうみち調教師も阪神ファンやで、矢作調教師と松岡騎手は横浜ファン、小関調教師は中日ファン。マックちゃんよー、そろそろ正式にタイガースとコラボしていいんじゃねえか？もしかして今ガチャ引けば目白マックイーン当たる？今日はこの後も祝勝会で忙しいから出てこないぞ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。